うとも、わしの計画は完璧じゃ。くだらん小細工など必要ねえ。大体お前はいつも小細工に頼りすぎなんだよ、木石。わしは小細工ではない。警察と言ってほしいの。おお、無駄話はここまでじゃな。奴らのお出ましじゃよ。いたぞ、帝国歌劇団。こっちかい、御領衆筆頭金剛。同じく木敷じゃ。ふざけ、カスども。そう生きり立つな、今後。何も知らずに殺すのは運命とはいえ忍びない。地獄で山崎に説明させるわけにもいかぬからの。帝都は邪悪なるエネルギー繁栄したのじゃ。お前たちはその邪悪さを封じようとしておる。しかしそれはせんない夢よ。ひどいぞ、木敷。力こそせい、たっぷり見せてやれ、今後。攻撃命中。レニー、あのね、わしの計算を超えるやつがおるとは。役立たず、下がってろ。こうや、あとは任せたぞ。第一目標、戦線離脱。第二目標、攻撃の必要あり。レニー、すごい。嬉しいね。強い奴を見ると、ゾクゾクするぜ。楽には殺さねえぞ。はあ、かかってこい。
別に。敵は長距離砲台に進撃を阻もうとした。だから僕が背後から砲台を破壊する。敵の注意がそれたところで全員突入。僕だけで十分。誰か一緒だとかえって邪魔になる。無理はしない。できることをやるだけ。目標撃破。目標撃破。
頼れるのは自分だけ。目標撃破。頼れるのは自分だけ。目標撃破。天地一新。